軽いやつだね。どっから取ったの？反対ですね。反対です。下が上です。下が上。そう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 。違う。そう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 。で上そうそうそうそこ持つ。ここ持つんだよな今。ここ。もっと上に上げてて。上手。
こんにちは。こんにちは。わあ、駄菓子屋さんだ、ほら。いや、これね。見て。お菓子ピンコーンと押すんだって、ここ。もういるから大丈夫。大丈夫だよ。やんないやんない。わあ、すごい。めっちゃ懐かしい。これ光るんだよね。注射だ、注射。注射。注射器のさ、なんかかけるやつ。うん。光るか。タバコあるよ、タバコ。ほら。タバコいいね。ナムにそっか。じゃなかった。カルビのがうまくない？バター、何これ、ハニーバターだけど。バター。知ってた？見て。見て。それ置いてちゃダメよ、置いといてちゃんと。ダメダメ。それお値段ピーピーするやつ。違うから。はいはい、どれがいいの、あと。おめえはよ、ニーニーの真似ばっかりしてるでしょ。エンゼルマークの見分け方。ね、これなんだよ。このつなぎ目が、これが上にずれてると、こっちが。エンゼルマーク。うそー。ほんとほんと。キャラメルが一番うまい。え？バヤがキャラメル。あれピーナッツ好きじゃないから。ああ。ちっちゃい頃キャラメル食って見たこれって思った。あ、そう。キャラメル好きだったのに、ね。キャラメルは好きなんだけど、あれは美味しくないわ。オッケーかい？でピーしてもらってお兄ちゃんに。口の中。トロタマズバー。バーだよ、バー。この玉まだ開けないと。あ、そう。いいね、美味しそう。かまぼこ。おい、美味しそう。このホテルが中国に変わらっちゃっただよ。本当だよ。この辺も中国人の観光地になっちまうな、そのうち。何？え？何？チャイナマネーだよ。チャイナマネー。あいつらイエンタウンだったくせによ。いいんだよね。うん。ああ。水きれいだよ。あ、磯の香りがいい匂い。いい感じから取れ、ほら。まだいるよ。取れ取れ取れ、ほら。あー、えらい。な、待って、ノイマンもじゃ抜いちゃいな。見て見て。
あそこに魚いる、ほら泳いでるちっちゃい魚。見て、デカモノの。何だそれ。デカモノのカニ。向こう。ほら。ねえ見て、ここにちっちゃい魚いる。見えないんだ、すぐ諦めちゃうんだよ。見て、動いてる。ねえ、いいやん、動いてる、いっぱい。見てた？もっとカニさん探してくる。わかめ食べちゃえよ。どこ？わかめ。本当だ。サインここですか。サインここです。あーいいよ。はい、写真撮るよ。ノイは2位だから下降りて。見て、カメラ見て、カメラ。ここ見て。いいよ。ノイが1位じゃなかったよ。すごいね。これパパが撮ってくるやつもでかい？ちっちゃいね、これ。ちっちゃ。パパの撮ってくるやつはめっちゃでかい。ねえ。こちらはね、銚子名物の釣り金目。釣った金目の姿煮をね、こっちもこう銚子ならではの味付けで、うん、濃いやつね、濃い味付けで漬けてあるのをレンジでチンしてその場で食えるんですね、買って。これはちょっと煮魚が食えるっていうのはなかなかないんじゃないでしょうか。お店でなら食えるけどね、これちょっといいと思います。たっちゃんにもらった割引券じゃないよ、入浴回数券で。そう、お泊り会ってなるよね、いろんなところがある。こちらのホテル屋上から日の出が見れるみたいですね。日の出か、夕日じゃないじゃん。夕日じゃない。これやって何？鳥さん。ここだね、こっちだね。すごいね、これ地球が丸く見える丘って感じ。全然違うじゃん。ちょっとね、半分見て。寒くない？いわくのいい。お前ら、かわいい。寒いよね、行こう行こう。中入ろう。絶対日の出いいね。キャンパーが多いな。本当だね。ここはあれだから、あれ止めさせてくれんのよ、車、キャンピングカー。うんうん、ここで止まれんの、車中泊できる。この辺ではあんまりないよね。他のとこ行ったら食事されちゃうね。ヘアカット1300円。こんな感じ。床屋もできちゃう。ここがカーニバルヒルズ。
これか。チャンネル登録よろしくね。